キリュウさん。一見普通だが、どうやらいつものカムロ町って感じじゃないな。あんまり悠長にしている暇はなさそうだ。すぐにあんたのお兄さんを探そう。ええ。だがとりあえずその前にあんたに言っておきたいことがある。ちょっとついてきてくれ。All right, let's do it. Back in the saddle, as they say. I don't fucking know. What's this truck here for? Well, I guess I'm about to find out. Well, we ain't got time to find out. Oh, what? Is that not the outlet? Oh. Oh, the truck is gone. Well, I think I might just start skipping. Only yesterday, man, and his friends when we started 4 years ago. Eh. Yeah, I'm good. I might just start cut, bro. Yeah, sounds great. Anyway, as I was saying, again, I might just start cutting around. Because, and just summarizing the freaking cutscenes. Because motherfuckers talk too damn much. I could have just subbed up what happened. Like, literally, up in the bar, new Serena. We convinced Yasuko to stay, and then that was it. Well, what happened? Who farted? Excuse me, coming through. Move, I'm gay. Oh, what the hell? My brother! Hey, get your hands off him. My boy, my nigga, I'm right here. Yeah, it's me. Now you say it like you're supposed to say it.
これでしばらく身動きが取れへん。誰にやられた？大吾や。なんだって？ま？堂島大吾や。大吾が。おい、勝手に話すな。そこの君を下がりなさい。公務執行妨害で逮捕するぞ。Hey man, I'm behind the line. What are you talking about? Chill out. 急ぎや、九龍ちゃん。全部の事件はつながっとる。25年前のやつも、100億の事件も、安子ちゃんのやつもや。なんだと。このままやと、俺らの登場会が潰されてまう。それに、今は安子ちゃんが危ない。お前しかおらん。あとは頼んだで。Well, shit.Well, that's what? Barely anything happened. What the hell? See, yeah, that's what I'm saying. Niggas just talk. I didn't get to do nothing. So, wait, I don't know how this. How does it. So, will I go back to somebody else? Never mind.真島を逮捕したか。分かった。あ、西島康子の捜索はもう手配済みだ。あとは例のファイルが今どこにあるか、それを探し出せ。あ、頼んだぞ。それじゃ。あなたのご協力で真島を逮捕することができましたよ。これで真島組の邪魔が入らない。感謝します。さあ、あとはあなたがどう決断するか。それだけです。数日前の上野清和会との抗争、それに5年前の100億事件、すべてがあなた方によって仕組まれていたことだったとは、いまだに信じられません。だがそれが真実です。もう迷ってる時間はありませんよ、六代目。私はね、堂島さん。極道組織というのは社会の必要悪だと思っているんですよ。敗戦後、日本という国の復興を陰で支えてきたのは警察と極道です。それは間違いありません。我々警察は目に見える犯罪から一般人を守り、秩序を築いた。そして極道は目に見えない外敵を水際で叩き、この国を独立国家として成り立たせた。だからね、私は警察だけが正義だなどというつもりはありません。警察と極道は今の今まで常に表裏一体、共に同じ道を歩んできたのですから。だが時代は変わった。本来裏の顔であるはずのあなたたちは、組織が巨大化するにつれ本来の立場を忘れ、表の世界に出るようになった。金を稼ごうとする者も増えてきた。巨大な組織には金が必要だ。しかしそれでは何かとお互いに都合も悪い。だから私はそれを本来の形に修正したいだけなんです。
なたさえよければ上野清和会は責任を持って潰します。公の力を使ってきれいにね。裏を取り仕切る組織はあまり多くない方がいい。その条件が荒いというわけですか。ええ、この荒井を新たに若頭に昇進させて我々との窓口にしてほしい。組織の運営は荒井が取り仕切ります。あなたは六代目として東条会を守ることができる。どうでしょう、あなた方東条会としては本来敵であるはずの我々と手を組める。悪い話じゃないはずですが。上野は、上野清和会はどうするつもりなんですか。あの葛城という男がバカでないなら、おそらく彼らは彼らで動き出しているはずだ。私以外の警察上層部との取引の材料を確保するためにね。材料。25年ぶりの再会だな、冴島。葛城。年は取ったが、その目は変わらないな。なんでお前がここにおるんや。話すのも面倒なくらいいろいろあってね。ま、あんたもいろいろ真島さんから聞かされただろう。お前の目的は何なんや。俺のこと拉致して何になるんや。まあ心配するな、すぐにあんたを殺そうってわけじゃない。あんたにはまだ生きていてもらうよ。どうせ殺すんやったら早やれ。この世にまどろっこしいことして時間使うぐらいやったらいっそ死んだ方がマシ。ほう、随分と潔いな。覚悟はできていると。当たり前じゃボケが。俺は死刑囚や。25年前のあの日、18人も殺した時から覚悟はできとる。18人殺したね。何がおかしいんじゃ。あんたは何にも知らなかったのか、あの25年前の事件。お前は誰一人殺してない。何言うとるんや。俺なんだよ、18人殺したのは。お前は誰一人殺すことすらできなかった。ただの間抜けだ。どういうことや。どういうことなんや、葛城。説明せ。まあそのことは後でゆっくり教えてやるよ。時間はたっぷりあるからな。何する気や。俺としたことがちょっと計画が狂ってしまってね。最初は警察とつるんでこの上に立ってるビルをいただくつもりだったんだが、予定を変更せざるを得なくなったんだよ、荒井って男のせいでね。荒井やと。荒井ってあの日戸の兄貴分。どういうことや。まあ事情はゆっくり話すとして、あんたとあんたの妹さんにはまた協力してもらうよ。妹やと。お前、ヤスコをどうするつもりや。おっと、まだそんな元気があるのか。安心しろ、あんたたちは今の俺たちの生命線だ。殺しはしないさ。あんたたちと例のファイル
それに有り余るほどの軍資金さえ手に入れれば宗像など用なしだ。どうだ、金の方は準備できたのか。ええ、スカイファイナンスの隠し金庫にあった現金1000億、無事強奪に成功しました。お前は久しぶりです、冴島さん。 What the fuck?Bruh. Nah, you gotta get bodied now. You traitorous ass bitch. Nah, bruh. Oh, I guess I'm heading back. What the hell? I don't know what it is about this song. It sounds like that freaking, what's it, the Sonic.exe song. I don't know. I just get those vibes. What? Oh, you gonna fight me? Please fight me. Fight me. Yes. Yes. Come on. Shut your bitch ass up. Come on. Hey, bitch. Yeah. What you got? What you, bitch? What? Why? Huh? What? Yeah. Give me a break, you poor ass bitch. God damn. At least a silver plate, you cheap bastard. Is Yulia still outside? I forgot to talk to him. Oh, yeah. Oh. They finally making up for blue balling me. Let's go. Yeah. Mink. Shut up. Yeah, get out of here. Nope. I said no. Nope. Shut up. Yeah, that's what I thought. Yeah, that's better. Bronze plate. Get your ass out of here. It was a bronze plate. Anywho. Oh, shit. Oh, God. Dante, what the hell? As I walk over to you nonchalantly. Because I can't run. Yeah. Hey, yo, what happened? Blacked out. Man, all that old bastard. Yeah. Mm-hmm. Damn. Ah, shit. It's like, yeah, I think she drugged me. Here, taste that. Does it taste drugged? In case she comes back. I don't think she's coming back, dude. I don't think she's coming back. What are you talking about? She just drugged him. All right.
Alright, kind of. Where the hell would she be? Where? Oh shit. There you go. I don't know how she'd be running in heels. Especially in the rain. You ain't getting away from me, girl. You need me. Not as much as I need this man. Pause. Boy, if you don't get your bitches on somewhere. Oh, he got it too quick. Yep. Mink. Bop. Yep. I don't know what the hell that one dude was doing on the ground over there. Alright. Yep. Oh, shit. Nice. Thank you. Where'd she go? She run weird. Where you at? Oh! I guess she met up back with both of them. I guess that's one way to get the story moving. Oh! Are they going to the florist? Alright. Didn't even close the goddamn secret passageway. やばい、誰か追いかけてきたみたいだ。一旦身を隠そう。Don't hurt them, Kiri. I swear they only want to protect her, as well. どうやらすぐそばまでやってきてるな。I mean, stop speaking out loud then. 上野の連中かもしれない。ここは俺らで食い止めるしかないだろうな。はい。Oh, hell no. Okay, that makes sense. Okay. Okay, that actually makes sense. People are after. She only got like 9 bullets, though. あのホームレスのたまり場だった西公園の地下のことだよ。Oh shit, no. 数日前、その際の体であんたの兄貴らしき人を見かけたって情報があってな。昔のホームレス仲間から聞いた。今ならまだ間に合うかもしれない。追っ手の連中は俺らが食い止めておく。だから早く。I thought Kiryu was close. He should have been here by now. これはもしものことがあったら使ってくれ。もしもの時のためだからね。Oh shit, they leading her right to the damn. Oh boy. Do both of y'all have to stay? あの、秋山さんも谷村さんも気をつけて。あ、それじゃ。Do both of y'all have to? Can't one of y'all go with her? It's just a goon. It's just one goon. It's just one guy. I hear you. Ueno Seva Kainatska. Sordomo Munakata no Skainatska. Nani oi Tilda. I don't know Tokunyat. Nidichan no Tokuni Chattao.何？おっと、ダメだよ。
Please don't tell me I gotta fight both of them at once. Yasuko-san, you can't touch your hand. What are you talking about? I need to protect her. You don't need to protect her. What? That's your fault. You're not going to let her go. You're saying あれが今誰も信用できない。もしヤスコさんを追うっていうなら、話し合う余地はなさそうだな。ああ。All right, red and blue。説明は後回しだ。お前らは悪い奴には見えないが、少し痛い思いをしてもらうぜ。 I thought we were done talking. Why are we still talking? Ooh. Yo, what's up? Bitch, yeah. Sorry, you old, washed up, and you done. Yeah. Yeah, you ain't the first cop I beat up. Yo, this easy, bro. Damn, why you easy? Oh. Oh, okay. Hold up. He knows the counter? Hang on. Do I have any, do I have the one where I can just, no. I'm gonna just assume I have it. Oh, damn it. Attacking at once? Ah, shit! I know you ain't just taunting me, boy. Oh, shit. Yeah, I don't think so. Nope. it's like the sun's trying to take off the dead. Bro, you're done. Yeah. You're both grounded. Oh shit, wrong guy. Eh, it'll have to do. Oh, what the? Nah, get off. Nah. Just let me. Yeah, there you go. Yeah, there you go. Just go quietly into the night. Oh. Really? Get off me! Yeah. Oh shit. What the fuck? Alright, bro. What are you doing? Stop blocking. That's cheating. Yeah, just let me. Oh, okay. You lucky you can parry. Bitch. Yeah, there you go, bitch. Yay. That's a lot of health, though. What the hell? Sa, kore de monku wa nai na. Tou sasete morau ze.
Nah, but she already got took. She already got taketh. Taken. Who the fuck are you? Yeah. The hell? Yeah, I don't know. Anyway, I'm leaving. Wait, what? Oh, there we go. Yeah, she already got taken. And the floor has got his ass handed to him. Yep. Well, damn. And we just really breezing through this shit. How long is this game supposed to be? Because it's like after everything big that happens. Or am I just going to be flipped? Or am I just going to be like going through everybody? I don't know. Oh, I guess we're chilling at the new Serena then. してろ。だが最近の刑事ってのはこんなに軟弱になっちまったのか。しかしまさかこんなとこにあの大先輩がいるなんて思いもしませんでしたよ。ある意味ここ数日で一番の驚きです。何言ってんだ。元刑事が分野でクラブの手伝いしてちゃ悪いのか。いや。 この数日間毎日が信じられないような出来事の連続で。お、帰ってきた。どうだったんだ、お前さんの店の様子は。はあ、ダメ。まんまとやられちゃってましたよ。ああ、せっかくコツコツ貯めた金だったのにな。 これじゃまた一からやり直しだっての。やっぱり金盗まれてたのか。ええ、きれいさっぱり。いくらぐらいだ。1000億。はあ、1000億、本当なのか。ああ、俺も最初は信じられなかったが、どうやら本当らしい。どういうことなんですか、秋山さん。うん。 いやね、実は俺の店でっかい隠し金庫持っていてね、そこに入れておいた店の金が全部持っていかれちゃってたのよ。誰に？検察っていうか多分木戸ちゃんに。え？木戸ってあの新井の兄弟分のあの。 誰もいないか。
六方全書か。やっぱ秋山さん頭いいんだな。あ？なんだこりゃ。おおおいおい、ちょっと。やべ。どうなってんだこれ。うわやべ。ああもう。ただいま。で、あれ、もう社長またドア開けっぱなしなんだから。ああ木戸さん、ごめんなさい。ちょっと買い物に行ってて。ああすいません。勝手にお邪魔してます。Thank you.
何？これからどうするんだ、お前ら。西島と安子を取り戻すつもりなのか。ああ、それしかないだろうな。だがどうすればいいんだ。金はすでに葛城の元にある。やはり奴らの居場所を探して直接攻め込むしかないのか。いや、策はある。ん？これって何なんだ。動かぬ証拠というやつだ。おそらく宗形も葛城もこのファイルの行方を追いかけている。これを使えば奴らと取引できるはずだ。
カツラギか。谷村じゃないのか。俺はキリュってものだ。今訳あって谷村の電話を借りてお前に電話している。キリュ、まさかあの四代目のキリュカズマさんですか。そうだ。これはこれは驚きです。それで私に何か用でも。西島大河と安子のことだ。さあ何の話だか。とぼけるな。お前が西の河原から連れ去ったということは分かってるんだ。それがどうした。お前と取引がしたい。お前が今一番欲しがっているはずのものが今俺の手元にある。西島が浜崎と脱獄した際手に入れた例のファイルだ。お前が手に入れたいものというのはこれなんじゃないのか。違うというのなら構わない。この話は忘れてくれ。それじゃ。待て。どうしてお前がそのファイルを持ってる。受け取った。沖縄で浜崎から直接な。そのことを知っているのは。俺と浜崎、あとは今俺の周りにいる人間だけだ。宗像は知らないんだろうな。宗像、副総監の宗像だ。ああ、知らないはずだ。わかった。いいだろう。取引の内容は。西島大河と安子の身柄、あと木戸が奪ったスカイファイナンスの金1000億だ。伝説の国道ってのも交渉事は不得意のようだな。そんな取引じゃ俺は動かない。交渉ってのは心理戦だ。わざと相手に有利な条件を提示することで相手の興味を引き出す、そういうもんだろう。ならどうすればいいんだ。そうだな、わかった。こうしよう。今日の取引お前一人で来い。一人。そうだ、一人だ。しかもお前にはボロボロの状態で取引に来てもらう。どういうことだ。ちょっとした余興をやってもらうってことだよ。あんたの好きな殴り合いってやつをね。何？取引の場所はカムロ町ヒルズの屋上にしよう。俺は西島と妹、さらに1000億を用意してその屋上で待つ。あんたには屋上にたどり着くまで上の清和会の人間を全て倒してから来てもらう。なんだと。あんたが屋上にたどり着けるか、それとも先に死んでしまうか、俺としてはどっちでもいい。これなら俺に有利な条件だ。もし俺が屋上までたどり着いたら。そん時はちゃんと取引させてもらうよ。ただたとえそうなってもあんたにはもう俺を殺す余力は残ってないはずだ。それなら俺も安心だ。分かってくれよ、キリュウさん。俺もさ、長生きしたいんだよ。あんたや佐江島みたいな化け物二人も相手してじゃ命がいくらあっても足りない。世の中には錦山や郷田隆二みたいな、今まであんたが相手にしてきた男気あふれる極道じゃない人間もいるんだよ。さあどうする。分かった、行こう。何時に行けばいい。夜22時だ。俺も死体じゃない生きたあんたに会えることを楽しみに待ってるよ。それじゃ。
Damn, I thought they would never stop talking. Shit.